ムさん、マリサ、小石さん、ゆかりさん、ゆうかさん。皆さん、どこにいるんですか？上海、私は一人して、知らない場所に迷い込んでしまったみたいです。こんなきらびやかで、生活感があり、どこか上品さもある。貴族の住んでいるお屋敷のような場所。皆さんの姿が見えないし、誰か他にいるわけでもなく。ああ、また皆さんとはぐれるなんて、良くないことが起きているんです。きっと。上海。どうしましょうか。ここでじっとしていても意味がないですよね。それにトランシーバーは小石さんが持っていますし。まあ、探索してみるのが普通かもしれませんが。したところで、外に出れるんでしょうか。そもそもの話をすれば、まずここがどこなのかわかってません。上海もそうでしょう。私も知らないんですからね。でもこの部屋、何かあるというわけではなさそうです。何をするためのお部屋なのでしょうか。でも先では進めるみたいですよ。進んでみましょうか。あれれ？また同じ景色ですね。あ、でも今度は真ん中に箱らしきものが置いてある。あれは何でしょうか？上海も気になりますか？私も気になります。きっと開けても大丈夫な箱だと思いますよ。こういうのってミミックだったりすることがあるんですけどね。では、いざオープン。中身は何でしょう？ちょっと。それを勝手に開けちゃいけないよ。え？見かけない顔の子だねー。っていうかこのルームは基本的にお城の関係者しか入れないよ。お城？聞いてもよろしいでしょうか。まず言っておくと私はスパイでもなんでもないです。見当もつかずに気づくとこのような場所にいました。ほう、そうかい。でもそこにいる小さい妖精はなんだね。まさかそれに小型のカメラが仕込まれているというか。いやいや、仕込んでませんし、これは人形なんです。あ、自己紹介した方がいいでしょうか。私、アリス、マーガトロイドと言います。魔法を使えるのと人形師なんです。へえ、そうなのかい。珍しいね。私はジェスというの。そうだ。アリス。あんたは確かに不審者には見えないわ。私たちが所属している、マドリーナ、アポロカンツセレブナードという長い名前のグループに入ってみないかしら。何ですかそれは。あはは、アリスはこの場所もといこの国のことを知らないでしょ。だから教えてあげるよ。ここはライマイク共和国という国なんだ。とても大きな国家で、今、いる場所はライマイク共和国の中心地とも言えるエルデ城なの。そのエルデ城で私たちは働いてるんだ。でね、素敵なお城なんだけど、やっぱり、私たち4人で、サイクルを回すのもとても大変。だから、メイドができる人でも何でもいいから、そういうのを募集していたりするの。まあ、無理やりな勧誘でもないし、できるんなら。そうなんですか。メイドさん、やったことないんですよね。興味はあるんですよ。ほうほう。未体験でも全然オッケーだよ。やってみたいというのなら、トライしてみてもいいんじゃないかしら。もちろん、私がアリスにいろいろと。ジェスさん、何してるんですか？あ、ハウナのお呼ばれだわ。アリス。見学するのはどうかしら？いきなりやれとは言わない。現場を見ていってちょうだい。見学ですか？してみたいです。上海、なんとか案内してくれる人がいて、よかったですね。アリス。こっちこっち。ちょうど3人ともいるみたい。ジェスさん、その子は誰ですか？みんな聞いてちょうだい。珍しく、お客さんが来たの。そんでもって見学がしたいんですって。なかなかそういう機会ってないじゃない？まあ、そうですね。ですが、他のお客様の入場は普段、許可されてないんですが。まあ、あともう少ししたらエルデ様も許可するわよ。でもこの子は特別よ。アリスっていう子なの。私が案内したんだわ。え、マリーたちよりも先にジェスちゃんが案内するなんて、プンプン。誰が案内したってきっと一緒よ。でもこの子面白いんだ。ジェスさん、久しぶりにこんな子見たかもしれないわ。そうですね。見た感じだと優しそうで、のんびり屋さんって感じ。ふふん、悪くないよね。ジェバロドンのお友達になってほしいよね。私は自己紹介したからあなたたちもしなさい。はい、私はハウナです。このグループのリーダーなんですけど、ジェスさんより後輩なんです。よろしくお願いします。私はマリーか。エルデ城で働く可愛いメイドさんなの。
アリスちゃんもお仲間に入りなさい。私はジェバロドン。本名はジェスなんだけどね。私はジェバロドン。私はジェバロドン。私はジェバロドン。本名はジェスなんだけどね。私はジェバロドン。私はジェバロドン。もう、ジェバロドンちゃん。同じことに回言わなくていいでしょ。いいじゃないの。ジェバロドンは紹介したいの。とにかく私はジェバロドン。アリス。ジェバロドンと絶対にジェバロドンフレンズになりなさいね。結構キャラクターのある子なんだけどね。どうかしら、アリス。不満とかないかしら。ジェバロドンたちに不満を出すことなんてないよ。ジェス、ジェバロドンフレンズになったアリスはきっとジェバロドンを気に入るよ。あはは、あなたはいつも通りなのね。あと、ジェバロドンと私の名前が同じだからニックネームで呼んでいるのよ。いえ、不満はありませんよ。皆さん、個性あっていいですね。私はアリス、マーガトロイドです。人形師やってます。へえ、人形師ってことは人形作ってるの。すごい。マリーにはそんなことできないわ。いいな、教えてほしいな。私も作りたい。アリス。こんな感じで楽しくやっているの。どうかしら。馴染めそうかしら。雰囲気もよく、皆さん仲良しな感じですよね。もうすでに私じゃなくとも、完璧だと思うんですが。そうかしら。でもアリスにも見学の見学。延長線上ってことで、体験もしてみてほしいの。それでね、アリスは人形師だよねー。はい、人形が好きなんです。そこで、アリス、あなたの力を借りたいの。まあ、これも見学というか体験というか。私たちにできないことがあなたにできるかもしれない。え、私にですか。私にできるというのなら、人形を作るしか。そうそう、人形を作る。作れるんでしょ。あいにく私たちはそういうのを作れないんだ。せいぜいお店で買うとかするしか。ここまで聞いて、アリスもなんのこっちゃだと思うから、ジェバロドンがジェバロドンなりに教える。ジェバロドンたちはエルデ様にプレゼントを考えているんだ。エルデ様っていうのはこの国を治めている王女様なの。ジェバロドンたちを愛してるいい人なんだ。きっとアリスも気に入るし、ジェバロドンはそう思うわ。エルデ様を失望させたくないんです。だからみんなで考えているんだけど、今年は私たちに引っかかる課題がありまして。そうそう、マリーたちの難題とも言うべき。人形。人形以外でもいいんだけど、エルデ様は課題通りなら、きっと喜んでくれるに違いないの。私は人形なんて作ったことないんです。ジェスさんもお手上げみたいで、ジェバロドンもないわ。でもアリスなら、ジェバロドンたちの望みを叶えてくれると、ジェバロドンは思うの。毎年、この時期になるとお城を含め、城下町ではお祭りをやるんだ。住民はもちろん、お城で働く私たちも企画ものを考えるの。その企画がまさに人形なのよね。ただ、その人形は自分たちで作った方が、エルデ様の反応がより大きく変わると、ジェバロドンは考察しているの。でも、マリーたちには強力な助っ人がやってきたんだ。そうね。ジェバロドンたちの救世主様だよ。救世主じゃないですよ。人形を作ればいいんですね。全然、言ってもらえれば協力しますよ。アリスちゃん、ありがとう。でも待ってください。それは何個作ればとかありますか？皆さん的にはどんなものをイメージしているのか。みんなで別々に作る。みんなで大きなものを作る。どれもいいんだけど、どれにするか迷うの。私は、みんなで、4人で作るものをイメージしてるんだ。けれど、肝心の人形はどんな姿なのか、想定できてないわけなのよ。マリーたちはやっぱり、エルデ様、ハイスさん、マミーヤちゃん、セレデイネ様もイメージしたいの。この4人はこの国の有名人さんでね。でもイメージはできても実物を作ることができない。あ、アリスちゃん、夢を叶えてほしい。マリーたちの。ジェバロドンだって、それができたら、考えなくてもいいんだけどね。アリス、ジェバロドンフレンズとして、ジェバロドンたちにアイディアを練ってちょうだい。アリスちゃん、お願いします。皆さん、やる気あっていいですね。皆さんができない部分は私がカバー、そして私からもアイディアを出しましょうか。先ほどマリーカさんが出した有名人を模した人形を作るってのはいいんじゃないでしょうか。私、過去にそういうものを作ったことあるんですよ。じゃあ、その方向性でいけばいいわけだね。マリーカの出した4人を。待ってください。せっかく作るというのならば、ジェスさんたち、マドリーナ、アポロカンツセレブナードの4人を人形にしませんか。
マリーたちを人形にするの？で、でもエルデ様より目立ったらどうするのよ。別に目立ってもジェバロドンは怒られないと思うよ。エルデ様も喜ぶ。マリーか、ジェバロドンを信じて。で、でも私、なんだか恥ずかしい。恥ずかしいのは私たちもですよ。私もみんなが人形になると可愛いかもと思いました。なるほど、アリス。いいアイディアだねー。全然、自分たちそのものを生かそうなどと考えられなかった。そうですね。アリスちゃんがいなかったらきっとつまずいていたと思います。アリスは超いい子なんだとジェバロドンは胸を張って自慢できるわ。アリス、いいのをジェバロドンたちに見せてよね。そんなに期待されますとプレッシャーが。頑張って制作してみます。では、しばらく時間をください。お待たせしました。完成しました。ハウナさん、マリーカさん、ジェスさん、ジェバロドンさんの4人のドールが。アリス、やってくれるとジェバロドンは確定演出を脳裏に浮かべて待っていたわ。さあ、俊逸なデザインをジェバロドンにお見せなさい。待って、マリーも見るわよ。どれどれ、アリス。変なのにしたら、ただで置かないからねー。わお、あ、アンビリバボー、ちょっとアリス。あなた、マリーを天地にひっくり返す気かしら。ジェスさん見てください。私たちが人形になりました。かわいい。そうね。さすがは人形師なだけあるわ。アリス。本当にありがとう。これならエルデ様も喜んでくれる。えへへ、よかったです。じゃあ、私はそろそろお城の外へ出ようと思います。待ちなさい。もう離れる気かしら。まだまだジェバロドンは交流したいわ。アリス、考え直してちょうだい。でもアリスちゃんも、出たい感じじゃないのかしら。マリーたちにいいのを出してくれたもん。それはそうだけど。あ、じゃあ、ジェバロドンが街を案内するわ。それなら、まだまだジェバロドンとアリスはお話ができるの。ジェバロドンフレンズとしてね。